中国が共同富裕という考え方を今前面に打ち出しています。パカラパカラ、皆さんこんにちは。うまちゃんこと経済アナリスト馬淵まれっこです。このチャンネルでは金融に関わる情報や株式投資のトレンドを皆様からのご質問にお答えしていきます。今日は経済ニュースの深掘りになります。中国共産党がですね、共同富裕という政策を全面的に今打ち出していて、企業に寄付を求めている、そんな流れが今あります。で、中国で非常に今急成長していて、格差の非常に広がっているようなんですよね。で、この共同富裕という考え方は格差をなくして全ての人が豊かになるっていうふうな考え方なんですよね。ですので、以前もちょっと中国が IT 規制をして非常にこう株価が乱高下するような時期がありましたけれども、ああいったことの一番まあ背景にあるのはそういったこともあるんですよね。もちろん中国の企業がアメリカで上場してほしくないっていうものももちろんありますし、一方で儲かりすぎた企業をまあ規制することによってちょっと国民感情を抑えるという中国共産党の狙いにあるようです。で、そのまあ規制の対象が実はまあ芸能人の活動に至ったりとか、教育とかゲームとか、そういったところも規制の対象になってきているんですよね。やっぱり中国共産党のものの考え方からあまりはみ出てほしくないっていうようなものが一つあるんでしょうね。中国共産党の支持を得ていくためにも、あまり格差が広がってしまうと、ちょっと所得の低い方々の不満というものが国家に向いてしまう、それをちょっと和らげていくための施策の一つなんだと思って見ています。で、日経新聞のデータによりますと、非常に今ね、中国の格差が広がっていて、2020年に10億ドル以上の資産を持つ中国人が1058人に達していて、アメリカの人数を上回ったようなんです。なので、アメリカよりも富裕層がちょっと多くなったっていうような状況があるようなんですよね。一方でですね、中国には月収1000元、日本円でいうと月1万7000円程度で暮らす人もまだまだいらっしゃって、その人数がなんと6億人いるそうなんですよね。なので、まあだいぶ格差が中国国内で広がっているわけですので、ストレスというか不満が非常に高まっているということなんですよね。そして、まあ、所得の格差を示す Gini 係数と言われるものがあるんですけれども、2017年時点の中国の Gini 係数が 0.467 なんですよね。実は貧富の差によって不満が爆発して暴動とかが起きてしまうような警戒ラインが 0.4 と言われているようなので、ここもう中国は超えてきているんですよね。なので、非常に格差が問題になってきているというような状況なので、なんとかしてこれを解決していかないといけないというのが中国共産党が今抱えている問題なんですよね。ですので、まあ儲かった人はですね、寄付をしましょうというようなことを掲げていて、それに対して、まあ、中国の IT 企業であるテンセントがですね、約8500億円の金額を農村の振興であるとか低所得者向けの医療とか教育事業に当てていくというような計画を出しているんですよね。このまあテンセントの動きが、まあ、国がこういうふうに、まあ、企業を寄付しましょうというふうな動きを公表してからですね、約26時間で発表されたというふうな、まあ、尋常ではない速さでこれを決断しているので、やはり企業も中国の国家にはなかなか逆らえないという表現はちょっとあれですけれども、国家の方針には従っていくというふうな方向性なんでしょうね。ですので、他の企業もこれに追随しているような動きが見られます。ですので、中国のマーケット、例えば IT 規制をすると非常に株価が下落して、それが日本の株式市場にも影響が出たので、やはりこの中国のマーケットがどうなるのかっていうのは常にウォッチしなければならないんですよね。じゃあ、その背景に何があるのかっていうのも一応理解しておかなければならなくって、それとしては今日お伝えしたように、中国共産党の考え方っていうのは少し理解しておく必要がありますよね。今格差が拡大していて、非常に不満が溜まっている社会構造がある。その不満が中国共産党に向いてしまうとちょっと困るので、いろいろ企業に対してちょっと規制をかけていって、あるいは富裕層に対して規制をかける
株式市場の値動きだけではなくて、まあ、根本を理解しておくとニュースを見た時にそんなにびっくりしたりとか動揺しなくて済むので、いつもそのニュースの本質とか根本に何があるのかっていうところまで含めてこのチャンネルではお伝えしていきたいなと思っております。今日は経済ニュースの深掘りでした。ここまでご覧いただきまして皆様ありがとうございます。前回の動画でチャンネル登録していただきました皆様ありがとうございます。今回の動画で少しでもいいなと思っていただけた方は、ぜひいいねボタンとチャンネル登録、そして通知ボタンもどうぞよろしくお願いいたします。引き続き応援よろしくお願いいたします。では次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。